グローブ・ライフ・フィールドで行われる16日、日本時間17日午前9時開始、オールスター戦で両リーグの先発投手が発表され、長パイレーツの新人右腕スキーンズ、阿賀オリオールズ・バーンズが務める。新人として95年の野茂秀夫、ドジャース以来29年ぶりの大役を担うスキーンズは、最低でも100マイル、約169キロは投げたい。 最速101、9マイル、約164キロを誇り、今季11試合で無傷の6勝、防御率1、90。対戦が注目されるヤンキースジャッジは、瞬きもしない。球が速いからね、ストライクが来たら見逃さずに打つと息巻いた。